アルディは J リーグ大宮アルディージャのマスコットキャラクター。本項目では同じくクラブマスコットキャラクターであるミーアも取り上げる。大宮氏のマスコット的存在であるリスをモチーフとしている。クラブカラーであるオレンジ系の毛色は大宮氏とクラブの強い結びつきを表現。リスの特徴である尻尾を効果的に表現することで一つ一つのポーズで様々な動きを演出している。 アルディはセグウェイに乗ることができる。ミーアはクラブ設立10周年を記念として誕生。顔周りはもちろんのこと、体のフォルム、腰つき、足の流れ、指先の表現等で女性らしさを表現。アルディと比べると身長、頭の大きさ、胴、腕、足、スパイクの大きさが一回り小さいのが特徴である。ピンクの大きなリボンを頭につけ、スカートを履いている。 ホームゲーム開催日には、埼玉市大宮公園サッカー場にやってくるサポーターを出迎えたり、試合前のイベントや会場の盛り上げに一役買っている。公式サイトのアルディとミーアの日記では、必ずパートナーを褒める、おのろけコメントが入っていたり、ホーム試合では2匹揃って登場し、手をつなぐ、抱擁する、キスをするなど、夫婦や男女ペアのマスコットの多い J リーグマスコットの、 中でも最だったバカップルぶりを披露している。一方でミーヤはかなり奔放な性格で彼氏のアルディがいるにもかかわらず熊谷氏のマスコットに青ざねにキスするなどの行動も見せる。なお、ミーヤは2012年にジェイズゴールの第一回輝く J リーグマスコット対象主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。